ジオのパート16を始めていきたいと思います。そうだよ、ね、魔女の前に扉の鍵なんて何の役にも立たないんだよ。ベアトリーチェは72柱の全てに精通する。33位のガープは望む相手を望む場所へ瞬時に運ぶ力を与えるし、33位のガープ、彼女にとってどのような密室に閉じこもった人間だろうと連れ出すことは難しいことでも何でもないんだよ。ベアトリーさん、彼女にとって魔女はすげえな。頼むから、もしまだ事件を起こす気なら絶対に人間には無理なことをして俺に19人目を、いや魔女の存在を信じさせてくれよ。いいよ、あったら伝えておくよ。クソ、さっきから自分でも訳が分からなくなるぜ。19人目を信じ込まされるとそれを否定し、18人しかいないと信じ込まされると今度はそれも否定してしまう。18人以外の何かがいて欲しいと思うのにその19人目を認められない。つまり18人以上なのに19人未満。この屋敷にいる人数は 19×18、 つまり人数は整数で表せないってわけだ。だが小数点以下なんてありえないさ。人の数は整数でしか示せないはずだ。なのに 19×18 1未満の小数がどうして絡んでしまうんだ。無理もないさ。その19人目は見えない不可視の存在だから、整数でしか書けない人人数表記では見えない。その魔女は見えない。ベアトリーチには体がないから故に不可視。19人目はいるのかいないのか、魔女はいるのかいないのか、 19×18 この X の中に魔女がいる。パリーン、はい、割れた。さあ夜になるかな。夜になったら多分ね、第2の番の犠牲者出るでしょうね。さあ7時になりましたかね。夕食の時間か。7時、寄り添う2人、10月5日日曜日。寄り添う2人ってあれだろ、あの碑文のね、あったよね。碑文ってどうやって見るんだっけ。チップスか、あ、これか。ほら第2の番に寄り添う2人を引き裂けなので、寄り添う2人ですね。なんで2人が死にますね。で誰が死、誰、2人っていうのが誰なのかっていうのはもう明らかですよね。まあ前回も最後言ったんですけど、あの前回の動画の最後で、まあエヴァおばさんとあれですね、秀吉っすねが死にますねこれから。はい、で第3の番第4番の番もこのまま同じ日にやったような、確か月曜日になる前に一気に第6の番の犠牲者まで一気にいったような、あ第6じゃないか、第10まで全員死んだ気がするんだけどな。だから今夜中に多分全員死にますねこれ、月曜日を迎えるまでに。エヴァおばさんたちが去った後も気まずい雰囲気が残り続けた。犯人は誰かということを考えること自体が誰かを疑うのと同じ意味であるという雰囲気が蔓延し、事件を論じること自体がタブーのような感じになっていった。だからみんな口にだけは事件のことを出さなくなっている。しかしその分頭の中はいっぱいに違いない。口から吐き出せないの分がみんな頭の中でははち切れそうになっているだろう。なのでとりあえずの表向き、客間は平穏を取り戻していた。すべてをうやむやにしながら、少しだけ雨足が弱まった気がするね。おお、まだいっぱい降ってるよ。おお、仮に止んだってこの島には船がねえんだしな。船が明日すぐに来てくれりゃいいんだがよ。洋館バカンさんもお腹いっぱいだぜ。母さん、明日船はいつ来るのかな。本来なら帰りの船は今日の3時に来てくれることになっていました。先方も台風が過ぎてから出直すと電話をしてくれたでしょうが、あいにく電話は普通ですから。でも向こうも子供の使いではありません。客人の方々の送迎目的だと教えてありますから、おそらく明日の朝一番で多分9時頃に来てくれるでしょう。外はすっかり真っ暗になっていた。時計を見ると指示を少し過ぎたところ、お腹も減り始めたところだ。厨房では熊沢が張り切って料理をしていた。いろいろなお皿が並び、
ゴーダの芸術料理からはだいぶ身を取るにしても十分に華やかなものだった。落ち込んだ心を少しでも食事で盛り上げたいという熊沢の気遣いだった。熊沢はゴーダのような職業的料理人にはだいぶ劣るが、決して下手なわけではない。むしろ良村育ちの彼女の手による素朴な料理は時にとても高い評価を受けるのだった。熊沢が調理を終えた料理をカノンが教えられながら皿に盛り付けていた。カノンも時には厨房を手伝いが、それが役割として与えられることは少なかったため、賢明ではあったが、それが少賢明ではあったが少々だけ稚拙だった。盛り付けがうまくできていないことを自覚し、カノンは少しだけ表情を曇らせる。でも熊沢はそれでいいと微笑んでいた。綺麗に盛り付けられてますよ、カノン君もお上手ですよ。シャノン姉さんだったらもっと綺麗に。盛り付けの手を少しだけ止め、カノンがうつむく。熊沢の料理の補助はいつもシャノンだった。カノンは今夜それを変わっている。そしてシャノンの面影と無残な最後を思い出し、顔を歪める。今は忘れなさい。源氏はポーンを言って進みながらカノンに気遣う声をかける。客間の空気が気まずくなり、逃げ出してきた南條に求められ、チェスの相手をしているのだった。こんな時に何チェスしてんねん。今はのんきにチェスしとる場合か。それがいいだろう。源氏はわざとカノンの方を向かずに言う。今のカノンにとって自分の瞳を誰かに見られることはかえって辛いことなのかもしれないと理解していたからだ。南條もそれを理解していて、安易な言葉をぐっとこらえるのだった。金蔵さんもどこへ行かれたんでしょうな。ご無事だといいのですが。わかりません。ただ全ては親方様が望まれ仕組まれたことのように思っています。それを邪推することは親方様にお仕えする家具には過ぎたことです。源氏さんは怖くないのですか。私には今夜まだ何か良くないことが起こるような気がして怖いのです。怖いことなど何も、私はただ後ろ宮家にお仕えするだけですので。南條はふーっと鼻から深くため息を吐き出すと熟考の一手を指すのだった。南條は少しだけ危険に思う。ひょっとして源氏は自分のことを変えなそうだと思っているのではないかと。この屋敷の中で今何が起こっているのか全く想像がつかない。しかし金蔵が仕組んだ何かである可能性は決して否定できない。この島をチェスに見立てて金蔵がゲームを行い、その結果6人の駒が倒れた。源氏はそれを自分だけはチェス盤の外側にいるから安全だと思い安心しているのではないだろうか。南條は思う。このチェス盤の上には誰という例外はなく、全員が等しく駒として並べられているのではないだろうか。金蔵から最高の信頼を得ている源氏であっても、いや唯一の親友であると自負している自分さえも、このチェス盤の上に置かれた駒に過ぎないのではないだろうかと。源氏さん、私は今夜が本当に怖いのです。無事に明日の朝を迎えられることを心より願っています。エヴァたちが移動した客室はゲストハウスが建てられる前、来客を止めるのに使われていた本来のものだった。だからほんの数年前までは親族会議のために世話になっている馴染みの部屋でもあった。この部屋はホテルの客室と同じで、ベッドルームにバストイレがつき、同じ閉じこもっているだけなら客間よりもはるかに居心地が良かった。やっぱり家族だけだとリラックスできるな。他のみんなも客室にこもって鍵をかけてりゃええんや。夏日姉さんが客間を出るなって威張り散らしてるんだもん。誰も口答えなんてできないでしょ。あの人ずっと冷や飯を食ってきたから、兄さんが死んでやっと天下が来たって張り切ってんのよ。まったくずうずうしいったら死の。まあそう言うな。夏日さんもあれで結構頑張っとるんやで。お前もそう突っかからんでもいいやないか。自分の嫁のことをお前って呼ぶのか。さっきのレシートの件もあそこまでは言い過ぎやで。だってあそこで言わなかったらもう言うタイミングがないんだもん。エヴァは可愛らしく膨れながらテレビを見ながらベッドに横たわっている秀吉と脇に座る。でも、こうして二人きりになるのはずいぶん久しぶりよね。今の意味深な
あの画面が暗転してなんか 2,3 秒くらい経ったの、今のまま何？そうやな、思えばわしもお前も老けたもんや。今更すぎるやろとっくに老けとるやろ。ジョージが生まれてから何もかもがあっという間や。本当にあっという間よ。子供を作るの焦りすぎたかしら。エヴァは遠くを見る目をする。そう、あれは千載一遇のチャンスだと思った。おっと、解雇するのか。兄のクラスがいつまでも子供を設けられなかったのだ。夏希と結婚してから6年を経ても解任の兆しが見えず、金蔵はそれを不快に思っていた。自分はどうせ結婚すれば後ろ宮の席を失うんだから、当初後継ぎが生まれだけ、あ、生まれるだろう、生まれないだろうはどうでもいい話、そう思っていた。それがある日、天の啓示を聞いたのだ。あるいは欲深な自分が聞いた悪魔のささやきだったのか。自分が先に後継ぎを出産できれば後ろ宮の席に残れるのではないか。あわよくば後ろ宮家を自分が引き継げるのではないか。相談を持ちかけられた秀吉は二つ返事でうなずいてくれた。これは秀吉も欲深な考えがあったからではない。身寄りのなかった秀吉にとってそれは忘れて親しい親族というものをもう一度感じることのできる機会だったのだ身寄りないんかい秀吉。だから結婚する上でどちらの名字になるかこだわらないとあっさりうなずき、後ろ宮姓で入籍することを認めてくれた。金蔵を砕き落とすのは簡単ではなかったが、エヴァも娘として金蔵の性分を知り尽くしていた。だから夏希に対する不満が最も高まっているタイミングを見計らい、見事婿養子を迎えることを認めさせたのだ。裸一貫から、なんだこれ、立身した秀吉に金蔵はどこか自分と重なるものを見たのかもしれない。すぐに秀吉を気に入り入籍を認めてくれた。ジョージをやがては後宮家の跡継ぎにする。その1年で厳しく育ててきた。甲斐あり、ジョージはどこに出しても恥ずかしくない素晴らしい青年に成長してくれた。だから使用人のシャノンごときに恋心を寄せているのが許せなかった。だからシャノンが死んで婚約が無効になったと分かった時、凄惨な事件に衝撃を受ける自分と同時に、可愛いジョージを使用人女ごときに奪われなくてよかったと安堵する自分が同時にいた。私、クラウス兄さんのことが昔から嫌いだったわ。偉そうで威張ってて、自分がやがては当主になるのだと自慢してて、だからそれに一矢報いてやりたかった。でもそれは子供の頃の感情なのよ。でもその感情は結局自分の人生のほとんどを支配した。それだけならまだいい。その感情はあなたやジョージまで巻き込んで振り回してしまった。エヴァ、そなえ自分を責めるな。秀吉は起き上がり、エヴァの肩を抱く。温かい包容力が伝わる。わしはな、自分の人生はもうとっくに折り返しに入っとる。でもな、今日までの生活を後悔したことは一度もないで。一度もや。エヴァと一緒で他の男どもじゃ味わえん楽しい人生になったと思っとる。戦争で身寄りを失ったわしにめっちゃハードモードやめっちゃハードモードな人生だった。だから後ろ宮の家には感謝しとるし、わしの唯一の家だと思っとる。わしとお前が歩んできた人生にな、無駄なことなんか何にもなかった。今日までほんまに楽しい人生やったで。今日までってなんか意味深やなありがとう、あなた。あなたって言った。エヴァはうつむき、秀吉の胸に顔をうずめる。客間にいる誰にもエヴァのこんなもろい姿を想像することはできないだろう。感謝するのはわしや。今日までお前と一緒にいて後悔した日なんてあらへん今日までっていうフレーズをなんか連発するとすげえ意味深に聞こえるような。私もよ、あなたと一緒になれてよかった。ジョージももう立派な大人や。わしが見張ってなくてもしっかり仕事ができる一人前や。感謝するの今日まで。私もよ、あなたと一緒に。ジョージもわしが見張ってなくて、正月あたりをのんびりモルジブあたりで過ごさんか。モルジブ、わしら二人水いらずや。いやよ、毎年年賀状の返礼で寝る暇もないとか言ってるじゃない年賀状なんか時代感じるな。
次の正月だけはなしや。年賀状はみん黙って下のお年玉くじだけチェックするんや。くさ、今年はカラーテレビくらい当てたいで。カラーテレビ時代を感じるんですけど。めっちゃ時代感じるんですけど。やだ、モルジブでお年玉くじのチェックなんてしたくない。しかさ、え、いや、うん、だからこれ海猫、海猫の世界でこれ何年だっけ、1980なんちゃら年だったっけ。確か確かそうだよね。この時ってガラケーもまだないのか。そんな時代か。じゃあそいつもなしや。水いらずのんびりで、ジョージが生まれる直前の新婚時代の続きをちょいとしてみんか。何や続きって、どういうことや、何すんや。それならいいわね。モルジブはええとこらしいで。謎のモルジブ推し。なんもない島に美しいサンゴ礁と水上コテージが並んでてな。新婚時代の続きっていつからなの。仕事納めしたらすぐや。旅行店に聞いてみんとわからんが、多分大晦日前には。いや、今すぐがいい。今すぐ。ぐずるように、あるいは甘えるように、エヴァは唇をねだる。部屋を満たす者は、秀吉がつけっぱなしいたニュースの遠いアナウンサーの声と、無粋に窓を叩きつける雨音だけだった。寄り添ってますね。寄り添う二人ですね。ちなみになんか、唇を重ね合わせたとか言ったけど、あの後なんか大人の行為をしたらしいね。あの後なんか大人の行為に及んだらしいよ。コンコンとノックがあってから源氏さんが入ってきた。奥様、お夕食の準備が整いました。お食事はまたこちらでよろしいですか。ええ、ここへ運ばせなさい。南條先生はまだ厨房にいるのですか。つか別にここで食わなくても厨房にみんなが行って厨房で食うってものはいいんじゃねえの。はい、次の一手を熟考したいとおっしゃっております。ご安心を。他の使用人たちとご一緒です。源氏さんは爺様の相手ができるくらいチェスが強いもんな。南條先生よりも強いらしいぜ。そうなんだ。昔相手をしてもらったことがあるけど、あれは勝たせてくれたのかな。マリア、もうすぐ飯だそうだぜ。しかしよく一日中テレビを見ていて飽きねえな。うん、いつもテレビいっぱい見てるから平気。うん。マリアちゃんはテレビっ子なんだね。テレビっ子。食事だから机の上を片付けないとダメだぜ。さっきマリアのノートを何ページか破いてみんなでお絵かき大会をした残骸が残っている。それをジェシカが手早く片付け始める。しかしみんな絵心あるよな。びっくりだぜ。源氏、エヴァさんたちにもせめて食事くらい一緒にしないかとお声をかけなさい。どうせ断るでしょうが。かしこまりました。お父様の次はエヴァさんですか。つくづく後宮家の食卓には全員が揃いませんね。松屋再び頭痛がうずき出すのを感じ、軽くこめかみを抑えるのだった。厨房から夏希たちがいた客室はそう離れていないから、源氏も一人で行き来したが、エヴァたちのいる客室は少し遠ざかる。夏希に乱れに一人にはならないようにと注意されたし、さっき、あ、ついさっき南條にも危機感をもっと持った方がいいと諭されたばかり。源氏はカノンを伴い二人でエヴァたちの客室を訪ねていた。源氏がコンコンとノックする。エヴァ様、秀吉様。さあ生きてるかな。お夕食の準備が整いました。しばらくの間出てくるのを待ったが反応がなかった。源氏様、これは。おっと、やっぱりあの不気味な紋章が描かれてんじゃねえの。カノンが扉の下を指さす。そこには養鶏封筒が差し込まれていた。こういう差し込まれ方をしたら、それは外部の人間が室内のいる人間に対しメッセージを残していったように受け取るのが普通だろう。だからこれはエヴァたちに宛てた私文書で、彼らが関心を持っていいものではないはず。しかしその養鶏封筒は
昨夜マリアが取り出して全員を驚かしたあの金蔵の封筒なのだ。間違いない、親方様の封筒だ。あるいは金蔵の封筒ではあっても、昨日の夜マリアが読み上げたその手紙の主は金蔵ではなかった。源氏は一層強くノックを繰り返し大きい声で呼んだ。エヴァ様、エヴァ様、源氏でございます。いらっしゃいますか。お返事をお願いいたします、エヴァ様。しかし中からは何の返事もない。食事に呼びに行った時、客人が深く眠ってしまっていて起きないことはたまにある。そういう時は呼びに来たことを示す手紙を挟んでそっとしておくことになっている。しかし源氏はそれにも変わらず、さらに激しく扉を叩いてエヴァの名を呼んだ。だが返事はない。カノンは扉に耳をつけ、息を殺し室内の物音を探る。テレビの音らしきものが。でも気配が感じられません。お部屋は空っぽかも。源氏はハンカチを取り出し、直接指で触れてしまわないように注意しながら、扉の下に差し込まれている封筒をそっと引き出す。そこには真っ赤な封筒がされていた。封筒の印は紛れもなく後ろ目だけ当主の指輪によるもの。エヴァ様、エヴァ様、どうかお返事を。もうお部屋にはいらっしゃいませんか。それでもやはり返事はない。二人が屋敷内をぶらりと散歩している可能性はある。エヴァにとってこの屋敷は、聖家だ。気楽に出歩くことは十分に考えられる。源氏はポケットをまさぐり、客室が開けられる鍵を含んだ鍵束を取り出す。源氏様。カノンにも意味は分かっていた。客人の外出を見届けた後にベッドメイクなどのために鍵を開けて入ることはある。だがそれ以外の理由で、ましてや在室の可能性がある住居家で、しかも客人の許可なく扉を開けることは使用人にあるまじき行為だ。しかし源氏は決断する。もしタラノックに返事がないだけだったらここまではしなかった。しかし扉の下にある封筒は紛れもなく金蔵のもの、いや後ろ見分け当主の養鶏封筒。そしてその封筒は昨夜の時点から差出人の金蔵に限らなくなった。もしそれが金蔵以外の人間から差し出されたものなら。今様、申し訳ございません。お部屋を失礼させていただきます。現在最後のそう断ってから鍵穴に鍵束のうちの一つを差し込む。鍵が開く音、そしてゆっくりとノブをひねり扉をゆっくりと開けていく。その隙間から明かりが漏れてきた。在室している？それとも電気の消し忘れ？ガチャン。それはドアチェーンを引っ張る音だった。チェーンがかけられていたのだ。チェーンは外からかけられないものだ。それは同時に在室も示す。部屋の中からはテレビの音声も漏れ聞こえた。明かり、チェーン、そしてテレビ、それらが示すのは明らかな在室なのだが、気配がない。源氏は扉の隙間より再びエヴァを呼んだ。だが返事はなかった。源氏様、いかがしますか。使用人たちはその職務上、屋敷内のほとんどの施錠を開けることができる。しかしチェーンを開ける術は持たない。このチェーンを開けるには切断するしかない。それは使用人が通常の業務の中で許されたことでは断じてない。すでに不気味な悪感が二人の背中を駆け上がっていた。カノンを再び息を殺し室内の気配を伺うが、それでも誰の気配も感じ取ることができなかった。私は奥様をお呼びしてくる。カノンのチェーンの切断を。はい。切断する工具を取りに慌てて駆け出していくカノンを源氏が呼び止める。待てカノン、厨房に戻り熊沢と行動するようだ。これは多分アリバイのためだろうな。断じて一人で行動してはならぬ。これ一人で行動したらアリバイを証明する人がいなくなるからどうでしょうね、きっとね。はい、かしこまりました。カノンはこの緊急事態で何を面倒なことをと思ったようだった。だがそれは現時の用心深さゆえのことだった。自分はどうなのと構わない。しかしカノンには万一のことはあってほしくなかった。あ、ちゃうわ。いや、まあちゃうわっていうか、アリバイというよりは単純に一人でいると、まあ殺人鬼に殺されるかもしれないってことなのかな。厨房には配膳台車に食事を積み込んでいく熊沢と起死回生の一手がようやく思いついたらしく、それを見せたくて源氏の帰りを待っていた南條がいた。だが戻ってきた源氏の様子がおかしいことにすぐ気づく。おや、
どうしましたか、源氏さん。南條先生、申し訳ありませんが、この勝負は一度中断させてください。カノンはチェーンを頼む。クマサは食事の配膳は一時中断し、カノンと同行するよう。私は奥様のところへ行く。南條先生もご一緒。何かあったんですかな。源氏は事情の飲み込めないままの南條連れ足部屋に出ていく。クマサさん、申し訳ありませんが、僕と一緒に来てください。てかさ、カノン君たち16歳だっけ。16歳のカノン君よりも熊沢のばあちゃんの方が身長低そうに見えるからさ、熊沢のばあちゃんでは相当身長低いんじゃねえの。何があったんですか、カノンさん。熊沢も男女同様、自由が飲み込めず全く同じことを口にしながら廊下へ飛び出していくカノンの背中を追うのだった。カノンは熊沢を伴い倉庫へ行き、工具箱や壁いっぱいにかけられたものの中からチェーンの切断に使えそうな工具を物色する。何を探してるんですか。私も手伝いますよ。ドアチェーンを切断するんです。大きめの番線カッターはどこだっけ。ドアチェーンを どうしてそんなことをするんですか。エヴァ様たちのお部屋にチェーンが中にいらっしゃるはずなのに、お声をかけても返事がないんです。熊沢はチェーンを切ることとエヴァたちに返事がないことを結びつけるのに若干の時間を要したが、切迫した事態であることを理解した。これなら多分。カノンは壁にかけてあった大型の番線カッターを手に取る。カッターという名だが形状は大型のピンチとでも言った方が分かりやすい。指を容易に切断してしまえる危険な工具だと注意された記憶が蘇る。やば、いややば、危険すぎだろこれ。カノンはそれを持ち階段を駆け上がっていく。もう直感していた。1分1秒争って開けた方がいい。あるいはもう待ってください、カノンさん。早く。ようやく熊沢を追いつき、両膝に手をついてぜいぜいと息をする。カノンは番線カッターを持ち直し扉を見上げたとき、あっと絶句した。あの、あじゃね、うわー、なんだ気持ち悪い、なんやこれ。なんですかこれは。ひー、顔面を蒼白にして熊沢が力なく叫ぶ。無理もない。なぜならそこには、扉にはあのバラ庭園の倉庫のシャッターに描かれていた魔法陣のように血のような塗料でまた不気味な図形が描かれていたからだ。え、これカノン君と源氏さんがいなくなった後に描かれたってことは、その間に誰か来て描いたっていうことだよな。誰なんだろうな。もっとも今度のものを魔法陣と呼んでいいのかは怪しい。なぜならそれは魔法陣と聞いて一般人が想像するような円の内側に図形が描かれたものではなく、もう少し幾何学的な図形が描かれていたからだ。しかしその図形の隙間に書き込まれたアルファベットとは異なる奇怪な文字は紛れもなくあのシャッターの魔法陣と同じもの。しかしカノンが絶句しているのはこの魔法陣の不気味さだけではない。こんなものはさっきはなかったのだ。厨房に一度戻った。それから倉庫に工具を取りに行き、そのままここへ直行した。時間に直して5分も経っていないはずだ。その間にこんな不気味なものが書き加えられているなんて。それらは本当に今さっき書かれたものらしく、まるで扉が生きて血を流すかのようにだらりだらりと滴り落ちて不気味な垂直な赤い筋を下に伸ばしていく。熊沢は腰を抜かしてその場にへたり込む。もし熊沢が先にそうしなかったならカノンもそうしたかったに違いない。ベアトリーチェ様。ベアトリーチェ様の仕業ですよ。恐ろしや恐ろしや。カノンは唾を飲み込んでから番線カッターを構えて扉に近づく。不気味な魔法陣に近づきたくなんかないし、下取り落ちている不気味な血のようなものに触れたくもない。だが近づかなければチェーンは切断できないのだ。お金に耐えながらもう一度唾を飲み込み、意を消してからさらに近づいて番線カッターをチェーンに当てる。そして渾身の力で絞るとチェーンは想像していたよりもはるかにあっさりと切断された。切断されたチェーンは左右に分かれ、チャリチャリと音を立てながらまだ揺れ続けている。カノンさん、足元に封筒が。しかもこれは親方様のもの。熊沢も扉の下の養鶏封筒に気づいたようだった。そして風呂が当主の指輪で刻印が打たれていることにも。カノンは封筒の中身を改めるのと部屋の中を確認するのとどっちが先か一瞬だけ迷ったが、自分の本来の目的を最優先することにした。カノンはポケットからハンカチを取り出す。自分の指紋を扉に残さない工夫だった。もしも最悪の予想が当たっていたならこの部屋も警察が調べることになるはず。
警察が調べることになる。扉をゆっくりと押し開ける。部屋の中から漏れていたテレビの音声がより一層わかるようになる。エヴァ様。ベッドの上に仰向けになっているエヴァの姿があった。これやっぱ死体は映んないんやな。これアニメだとね、あの普通にねグロい死体映るんですよ。まあグロいっつってもまあアニメなんで、あんまりそんなあの精密な描写じゃないんですけどね。日暮らし、まあ、日暮らしも結構あれだよな、グロ描写あるよな。でもそんなあれもなんかまあなんかアニメらしい描写だから。でもゲームはアニメよりも結構なんだ高画質というか、だからこれ映ったらマジ20禁とかいくよね、下手したら。だって顔ないんやで、顔のない死体とかあるんで。まあ日本だと規制が入って当たり前なんで。いやこのゲームねレーティング D だから、17禁だから、まあさすがにグロいのは出てこないですね。グロい、そういうなんか顔面が欠如したような、そんな死体欠損のある、じゃあ欠損のある死体が映るような描写はもう完全に20禁ぐらいでしょう。18禁でも多分見えないでしょうね、それね。ということで多分ゲームには映んないですね、どんな死体になってるのかは。靴は履いたままベッドに、後からカノンの背中に隠れながら恐る恐る入ってきたクマがこのエヴァを見てヒーッと再び短い悲鳴を上げる。カノンはエヴァの靴が最初に目に入ったので土足でベッドにいる違和感が先に頭に入ったが、そのまま視線をエヴァの頭の方へずらしていった時、カノンも同じように短い悲鳴を口にせざるを得なかった。エヴァの眉間からまっすぐに何かが、これナイフだよね確か、置いてある、生えている、違う、眉間にまっすぐと古風なナイフのような凶器が突き立てられている。いやなんやねんこれ。めっちゃ血が垂れてんだけど。突き立てられた根元から血が滴り落ち、向こう側のシーツを真っ赤に濡らしていた。熊沢は再び腰を抜かして床にへたり込む。口をパクパクとさせるが悲鳴をこぼすこともできなかった。エヴァは眉間に何かの凶器を打ち込まれ絶命していた。両目はカッと見開き、自分を殺した相手は確かにその目に焼き付けたのだろうが、それを伝える口はすでに永遠に閉ざされていた。一番見たくないはずの眉間にどうしても目がいってしまう。そこには凶器がエヴァの眉間から直立するように刺さっている。その柄の部分には単なる工具では考えられないような複雑な意匠がされていた。それは一言で言えばオカルト的、何かの悪魔をデザインしたかのような悪趣味なものだった。秀吉様は、秀吉様。エヴァの姿はベッドの上にあったが、もう一つのベッドは空っぽだった。秀吉はどこに。腰を抜かして放心している熊沢を尻目に念のためバスルームを確認する。その扉は開けた途端に湯気とシャワーの音が迎えた。バスルームはホテルなので馴染み深いバストイレの一体型だった。シャワーを浴びるときは防水のカーテンで水が飛ばないように仕切って使用する。あーいえいえ、こっちは映るんかい。エヴァの死体は映んないけど秀吉の死体は映るっていうね。これはグロくないんですか。いやグロいだろこれも。その防水カーテンが半分開かれていて、そこには全裸の秀吉が両目を見開いたままバストボの中に崩れ落ちていて、その目はカノンと真正面から向かい合っていた。眉間にはエヴァと同じく悪魔を思わせるデザインの凶器が打ち込まれている。頭部はずっと温水シャワーを浴びっぱなしだったせいで、エヴァのように顔の半分を血で汚しているということはなかったが、シャワーを浴びたまま絶命する姿はあまりに悲惨だった。あと何人で生きてんの。 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 もう9人しか生きてねえよ。で 親で生き残ってるのはマジでもう夏おばさんだけっていうね。人間に殺せるわけがないよ。キヒヒ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 ヒっていう言葉的にこれ書いてんのあれかマリアか。
絶対マリアだよな、どう考えても。その時廊下から夏希の声が聞こえた。ゲンジと一緒にやってきたのだろう。またしてもこのような落書きだ。この手紙は中にはなんと。いえ、まだ読んでおりません。迂闊に触らん方がいいですが、犯人の指紋が残っとるかもしれん。警察に渡した方がよい。わざわざ手紙を残すくらいです。どうせ指紋など残っています。夏希はそう言い切ると封筒を拾い上げるのだった。そして中身を改める前に自らの部屋に入り、そして絶命しているエヴァを見つける。エヴァさん、奥様、こちらには秀吉様も。これカノンがもし一人でさ、この部屋に入ってたらさ、これカノンが真っ先に疑われるよな。いや真っ先に。これはすごいですな。カノン、シャワーを止めてあげなさい。気の毒にも程があります。カノンはハンカチを握りながらバルブをひねりシャワーを止める。バスタブの中にはボディーソープの小瓶が蓋を開いたまま落ちていた。まさに入浴中を襲われたのだろう。血の飛翔がまだわずかに白いバスタブに付着していて、白と赤の不気味なコントラストを見せていた。南條先生、わかったね。剣士か。市販は出とらんな。死後硬直も始まっとらん。おそらく殺されてから1時間経ったかどうかというところだろう。しかしこのような柄の短い凶器で頭蓋骨は考えられん。脈拍や瞳孔の確認をし、南條を二人が絶命していることを改めて確認する。カノはその事務的な対応を見て思った。そんなことをしなくても一目で絶命しているのが分かるじゃないかと。南條は刺さっている凶器を抜こうかと考えたが、なるべく現状を保持して警察に引き渡した方がいいと判断し、手をつけないことにした。しかし根元の部分をよく見ると歯がないというより刃物状ではなく、むしろ円錐状、ナイフというよりは柄の短い槍のような切ることではなく突くことを目的とした特殊な形状であることが伺えた。人によっては短い槍ではなく太いアイスピックと例えるかもしれない。しかしいずれにせよ、このような不気味な衣装の施された凶器は本来どのようなおぞましい目的のために生み出され、そしていかにしてそれを全うしたかは、それ以上言葉で語る必要が全くないくらいにこうして歴然と示されている。夏希はバスルームに充満するおぞましい蒸気から一刻も早く逃れようとハンカチで口元を押さえながら部屋を飛び出す。彼らのむごい姿は一瞬見ただけでももう目に焼き付いてしまっている。これ以上見ていたら永遠にその姿が目から消えないに違いない。込み上げてくるオート感は今朝のあの園芸倉庫でのものと全く同じ。夏希は客室に背を向けたまましばらくの間王と戦わなくてはならなかった。とにかくこの部屋を子供たちにジョージ君に見せるわけにはいきません。至急この部屋を閉じなさい。ええ、見せられませんとも。両親のこんなむごい姿をとてもジョージさんには。だが廊下を猛然に走り近づいてくる足音は部屋に飛び込んでくる前からジョージのものであることが理解できた。ジョージは子供たちと一緒に客間に待っていた。だがゲンジが夏希を呼び出し、夏希が真っ青になって客間を飛び出していくのを見て虫の知らせを感じたのだった。そして客室に大勢が集まっているのを見て確信する。父さん、母さん、なんだよこれ。また魔法陣かよ。あ、今度はマリアも来てる。エヴァおばさんたちは無事なんだよな。おい、カノン君、これは何の騒ぎなんだ。バトラ様。カノンが語らなくとも部屋に飛び込んだジョージの叫びで彼らは全てを理解するのだった。誰がこんなことを。殺してやる、殺してやる。なんかこのセリフだけなんかあのガンダムの新アスカが言ってるかのような。ジョージ君、しっかり。
夏やジョージの肩に手を振るが、それは乱暴に振り払われる。ジョージはエヴァのベッドの傍らに崩れ落ち、母の面影の前でベッドに顔をうずめながら号泣する。そして何度も何度も握り拳をベッドに打ちつける。ジョージ兄さん、しっかり、バトラ様。バトラは廊下の壁に背中をつき、はばかることなく右手で両目を覆いながらおえつを漏らしていた。いいで、心に決めた女を婚約した次の日に失った。同じ日に親父とお袋まで殺されるなんてよ。そんなのあんまりにも無謀じゃねえか。もちろん死んだ誰もが等しく気の毒だった。でもバトラーにとって死なれ残った者の方がずっと気の毒だった。今この周りにいる誰もが近しい人を失ってる。ジョージだけが気の毒なわけじゃない。しかしジョージのそれは群を抜いた。バトラー、そりゃよ、人はいつか死ぬぜ。人間誰だっていつかは死別の悲しみと戦わなきゃならねえ日が来るだろうよ。でもよ、そいつは兄貴にとってはずっと未来の話で、しかもそいつは一つずつ順番に訪れるべきもんじゃねえかよ。無気、無語すぎるぜ。やろうやろう、少しは人の情けってもんがねえのかよ。バトラ、泣かない泣かない。マリアが無機質な声でバトラを慰める。バトラは乱暴に自分の涙を拭った。ああ、クソ、もう流さないぜ。悔し涙も悲しみの涙も、もう二度と流さないぜ。ああ、全然ダメだ。俺たちは魔女様に爪を食らってるわけだ。主星一方ってわけだ。そりゃダメだぜ、全然ダメだ。チェスマンがひっくり返っちまうぜ。野郎は俺たち羊が明日まで逃げる手段もなく怯えてるだけだろうと思ってるだろうよ。だからひっくり返すぜ。明日までこの島から逃げられねえのは野郎も同じだ。しょんべんちびりそうになりながら逃げ隠れするのは俺たちじゃねえ、野郎の方だ。暴いてやるぜ、必ずな。明日までに、いや明日なんか待たねえ、今夜で。今夜中にその胸ぐらをつかみ上げてやる。あ、ボイラー室。とにかくこの部屋は警察が来るまでこのままにして施錠します。いいですね。夏希は全員に有無を言わせない口調でそう宣言する。反論する者がもしもいるとすればそれはジョージだったが、ジョージももう十分に涙を流したのだろう。ジョージが背中を向けたまま小さくなつき立ち上がると、それで他の全員も同意した。夏希は拾った当時の養鶏封筒をまだ開けていなかった。だが話の流れからこの部屋が出ることになってしまったので、開封は客間にみんなの前で行うことにした。そして客間へ戻ろうと廊下を歩き出すと、すぐに違和感あるいは異常に気づく者が現れた。変な異臭がするのかな。答えよ。あ、マリアもわかるか。こりゃ何の匂いだよ。待って、第3、ん？ひでえ匂いだぜ。みんな鼻をクンクン鳴らせると、確かにこれまで嗅いだことのない焦げたようなひどい悪臭が廊下を漂ってくるのを感じた。私ちょっと厨房を見てきます。火はちゃんと消したはずなんですよ。焦げた匂いがすれば、さっきまで厨房で火を扱った熊沢が真っ先に自分の不適合かと疑いたくなるのも当然だった。熊沢はあたふたと駆け出していく。カノン、熊沢と行きなさい。一人にさせないように。はい。源氏の指示にうなずき、カノンは後を追っていった。走るわけではないが、それ以外の面々も臭い元を探すためその後を追った。うー、臭い。これは確かに鼻が曲がりそうな匂いですね。しかし換気のために窓を開けてもいいものか。
夏日は防犯所の都合から窓を開けることを渋る。換気扇を回させましょう。窓を開ける必要はないと思います。ジョージの兄貴、話しかけても大丈夫かよ。犯人を探す相談なら構わないよ。ジョージはもう悲しみの縁からは這い上がっているようだった。今ジョージの胸を満たしているのは自分の愛した人と両親の命を奪った犯人を憎む静かなる炎の感情だけだ。部屋にはチェーンがかかってた。さっき構造を見たが、とても外から細工できる代物じゃねえ。つまり完璧な密室だったってことだ。そうなるね。バラ庭園の倉庫の時はシャッターの鍵を使用人室からこっそりと持ち出したのだろうとか、あるいは複製の鍵を持っていた可能性とか、いくつか方法が想像できた。でもチェーンは一般に浸透した施錠方法の中で最もシンプルに密室を構築できる。チェーンだけは物理的に破壊しない限り外からはどうにもならないぜ。じゃあつまり犯人は扉からは出入りしなかったってことなのか。こりゃ面白い。つい数時間ほど前にも扉以外でどうやって部屋から出入りしたのかってみんなで騒いだ気がするぜ。じい様が部屋から聞いたと騒いだとき、エヴァおばさんが気まぐれに挟んだレシートによって扉は封印されていたことが明かされ、その間出入りした唯一の人物として夏日おばさんが疑われることとなった。エヴァおばさんは夏日おばさんがじい様を窓から突き落として自分は扉から出たのだという、それはそれで筋の通った説を展開してみせた。しかし今度の扉はもっと単純だ。内側からドアチェーンで封印されていた。窓も内側から閉まり、遺体も室内にある。今度こそ賭けなし、本物の密室だ。そう、じい様の失踪も含むなら事件は3度起こり、3度扉の話が話題に上った。最初はシャッター、使用人室に鍵があり、それを知る者を仮定するならばとても密室とは言えない代物だった。次はレシートに封印された扉だが、夏日おばさんが室内に入っている以上、じい様は例えば窓から出して、あるいは突き落として、夏日おばさんが窓を施錠してから退出することもできる。もしくは俺の親切のようにレシートがなくなるまで隠れていて、その後に部屋を出たとか。とにかく苦し紛れないくつかのトリックで破れなくもない扉だ。その意味ではこれまた密室とは言えない代物だ。そして今度はドアチェーンで封印された扉。今度こそお手上げだった。扉の窓も全て内側から施錠されていた。完全な密室だ。最初の密室は全員が疑えるので成立しない。次の密室は梨おばさんを疑えるので成立しない。だが今度の密室は誰も疑うことができない。部屋は完全に密室で、全員を等しく拒むドアチェーンという封印がある。なら犯人は室内に入らずに犯行に及んだ。部屋の外から何らかの方法で。確かにチェーンである以上、人が通れるほどは開けなくても多少の隙間を開けることができる。ノックして顔を覗かせたところを襲うとか。いや、甘いか。甘いよな。エヴァおばさんの遺体が扉のすぐそばだったならそれも考えたぜ。だがエヴァおばさんは部屋の奥のベッドの上、しかも秀吉おじさんはバスルームだった。チェーンの隙間からでは姿を見ることもできねえし、手を伸ばすこともできねえ。ちくしょう、全然ダメだぜ。さっぱりだ。クイクイと俺の袖が引っ張られる。マリアだった。顔芸マリアか。満足。満足って何かだよ。来ました。バトラは親族の誰かを疑うのが嫌だから、犯人はベアトリーチェであってほしいと願ったよ。だからベアトリーチェは叶えた。バトラが言った通り、絶対に人間には無理なことをして、バトラに魔女の存在を信じさせてくれた。なのにわがまま。相手。相手。だからベアトリーチェは、バトラが言った通り。なのにわがまま。相手。だからベアトリーチェは、なのにわがまま。相手とか言って気持ち悪く笑うマリアの頭をげんこつでこづく。ああ、叶えてくれてありがとうよ。今のはその礼と、不謹慎な時に笑ったことへの教育的指導だ。それより教えやがれ。エヴァおばさんたちの部屋の扉にもまた怪しげな落書きがされていた。
あれもまた魔法人なのか。あれは特に覚えやすい特徴的な形なんだから、あのくらい知っててほしいね。おいて相手が面白すぎんだろ。ああ、今のはそれエヴァおばさん。あれもまあれは特に覚えてこれめっちゃおもろいな。知らねえから花を持たせてやってんだ。ごちゃごちゃ言わねえで解説しろい。バトラは暴力的だね。あんまり意地悪すると教えないよ。暴力的だねとか言って。あいてめっちゃ暴力的やんけ。知らねえからごちゃごちゃ言う。バトラは暴力的。あんまり意地あいてこれめっちゃおもろいな。言うよ言うよ、このげんこつ男。げんこつ男。あれは月の一の魔法人だよ。何の意味がある？その魔法人のご利益は？書かれてるヘブライ語の意味は？記されているのは旧約聖書詩編第107編の16節。主は聖堂の扉を破り鉄の貫抜きを打ち破ってくださいました。魔法人の効用は2つ。1つはいかなる方法によって閉ざされた扉でも開くことができる。そりゃ便利な魔法だぜ。つまり魔法の力に頼らなきゃ開けぬ密室の扉っていう魔女様のアピールってわけか。もう一つの効用は、開かぬ扉を八方塞がりの事態に見立て扉を開く。難解な事態の時に用いることで、それまで思いつきもしなかった解決策を与えてくれるんだ。平たく言うと観察力や洞察力、ひらめきや直感を授けてくれるんだね。ベアトリーチェはバトラごとき人間風情にこの扉の開き方がわかるものかって挑発してるんだよ。あいた何回泣かれとんねん。面白すぎんだろ。あいたよ、あいたよ、あいた。ベアトリーチェはあいたよ、あいた、あいた、あいた、よ、あいた。で、あいた。マジおもろいなこれ。よーし、もう黙れご苦労。上等だぜ。その魔女の挑戦、受けてやら。マリアちゃん、この世に魔女も悪魔も存在しない。父さんと母さんは誰かが殺した。それが僕のよく知る人間なのか知らない人間なのかはわからない。でもそのどちらであっても必ず人間なんだ。しかしどうやって、せいぜい10センチ程度しか開かない扉の隙間からどうやったら室内の二人を。それにしても耐え難い匂いです。一体何事なのですか。